お願いします。はい、ご紹介ありがとうございました。東京大学の佐々木です。今日は、年度初めにお忙しいところをお集まりいただいてありがとうございます。ちょっとスライド多く、準備しすぎたんで、だいぶさーっと早口で話すかもしれませんけども、基本的には、この、エクセンチビ追跡を DXT と DXB に関しては、まあ、基本、自分かつ測定法であるということが大前提で、まあ、そこはラウェイ法とか普通の自分割、単色の自分割と技術的には変わらなくて、そこでまあどういうふうな、難しいところがあるか、もしくはデータの、見えるところが少し外見上が少し違うんで、それをどういうふうに解析するかというソフト的なところを、まあ、中心に、まあ、事例を通して、実際の例を通して、ご紹介いたします。自分割ということで、まあ、それに対応するということで、スティールイメージということで、まあ、皆さんご存知のフォトグラフィック51というのは、まあ、最初の頃は、もう10日とか20日間とかの積算をしてたんですが、まあ、今はもうこういうふうに数秒でより分解能の高いものが出ますけれども、基本的には構造解析をする、まあ、結晶が必要な構造解析をするというのは、スティールイメージであると。で、スティールイメージっていうのは、やはり、動態挙動は、まあ、そこから何か類推することはできますけれども、動態挙動を直接モニターすることはできないということで、私の方法の提案というのを1998年に、まあ、先駆けで通ったんで、それをやったわけですが、まあ、それの、方法論の一つである、ちょっとエクセンから離れまして、シングルモルキュラーという、まあ、一分子、可視の一分子結合が中心ですけれども、そのことについて最初に触れたいと思います。この企業の AT&T にいた、当時いた、ハッシュフィールドという方が、まあ、傾向を、基盤に固定して数を数えたというのが一番最初で、まあ、そんなに古いところから始まったわけではないです。あとは最近ノーベル賞を取られたアシキン先生のトラップ法とか、名古屋大学の朝倉先生とかが、まあ、一分子計測を先駆けて、STM-AFM のビーニングローラーみたいなものが出てきて、まあ、私の、2001年のエクセン一分子計測に至ります。で、これは一応よく僕、題名でピコメーターというのを出してるんですが、まあ、これは皆さん誤解していただきたくないんですが、いわゆるオプティカルディフラクションリミットという概念であるのは、この2つの画像を区別するというか、コンセプトですが、2014年にノーベル賞を取りましたスーパーリゾリューションというのがありますが、ポイントスプレッドファンクションの概念である中心位置をどこまで終えるかという発想でいけば、例えば、可視もですね、ナノメーターのダイナミックスは見れますし、まあ、エクセンですと波長がこのぐらいなので、それでトラッキング概念っていうのは100分のラムダなんで、ピコメーターまでいくというのは、まあ、数式である程度、換算することができます。で、私の、考案したディフラクトエクストラッキングというのは非常に単純で、一分子領域の中で今見たいものがあったとしたら、そこに、まあ、変異体でシステムもしくはメチオニン、まあ、最近はアンチボディを使うことがありますが、そこを通して、システムを通してナノ結晶をラベルして、ナノ結晶はよく最近では金を使いますので、金とシステムというのは非常に相性がいいので、簡単に共有結合されます。で、それで、まあ、こっちの本体の方は見れないので、ナノ結晶のディフラクションの方を追って、そのディフラクションの、ディフラクションの動きを称して、タンパク質が運動しているというふうに考えて解析をします。もちろんこれは、過程がありまして、本体を見てるわけではないので、本体の動きとナノ結晶の動きが同期しているということが大前提です。ただ、まあもちろん、いろいろ過程がありますが、まあ今までの、完全に証明したわけではないですが、まあ比較的この説は、正しいんではないかというふうに思います。で、最初の実験ですが、DNA の、タンパク質の最初の実験ですが、単純に DNA を固定して、その先に、まあ、その時は、金のコロイドでは、金のナノ結晶ではなくて、シリコンモリブレンの、シングル、二次元面の多層膜を、まあ、切り取って、そこにラベルしたという、ちょっと、当時は凝ったことをしていたんですが、ここは、フィジカルレビューレターに乗りまして、私と、今、私をご紹介していただいた八木さんが、私の、JASI の、上司だったんで、八木さんと、あと今、コーネケンのレベル足立先生が、連名で BL44B2 で、測定しました。で、まあ、これは何が違うかと言いますと、普通のディフラクションというのは、この括弧2に対応するもので、まあ、見たい、結晶体というのは、まあ、もちろん動かないと。で、もちろん、この方向が違うとディフラクションは出ないと。今回の場合は、ここにも、も
欲しいものが入って、それが運動するので、このディフラクションが動くというで、これは単純に、これが画像ですけども、ちょっと早回ししていますが、これは遅くて30ミリセックを100フレームぐらい回してますが、このディフラクションスポットがこう、まあ、1点、2点見ても仕方ないんで、まあ、当時は多分30点とか40点取って、統計処理をするということをしました。で、この時のナノパーティクルはだいたい400オングストロム。まあ、だから DNA の、60オングストロムよりもかなり大きいものになります。で、なぜ、ピコメーターが出るかというのは、まあ、これは単純に、まあ、換算していいのかどうか分かりませんけど、まあ、例えばこういうタンパク質があって、基板固定して、ナノ結晶をラベルすると、ディフラクションというのは変身運動は見れませんので、回転運動だけを見ます。じゃあ、回転運動はどこまで見れるかと言いますと、カメラ長に依存しますので、例えば 0.1 ミラージャンというのは、まあまあ見れる距離になりまして、それが例えばここに100オングストロムのレア、アームがあると。で、それがここでどういうふうに動いた場合に、この角度になるかという換算を逆にすればですね、0.1ミラージャンというのは、対応するのは、100ナノメーターに対して、1ピコメーターまでいくというふうなことを、ただ、換算式でもこういうふうに証明ができる。まあ、この辺は、ピコメーターということに、まあ、あんまり抵抗をなくするために言ってるんですが、それよりも一番非常に重要なのは、この DXT というのは、変身運動をほとんどモニターしていません。で、変身運動っていうのは AFM とか STM でご存知だと思いますけれども、非常に外覧が入るパラメーターです。変身運動をモニターしようとすると、受信台とかいろんなものを必要とするますけれども、この DXT の場合は、まあ一応受信台には載ってますが、回転運動っていうのはそんなに外覧がないパラメーターで、まあある意味では、バックグラウンドが低い、測定になっております。で、ただ、こういうふうに言った DNA にしてもですね、ここの DNA にしても、こんなに、硬い棒のように動くとは限らなくて、もちろんこういうふうにいろんな骨格がある可能性は十分あります。じゃあ、これが本当にどういうふうに動くかっていうのは、本当のことを言うと、いろんな分子の長さに、例えばシークエンスを変えていって、その都度に、運動を評価して、まあ、どこで変わるかということをやるということを、本当はしなければなんないんですけども、例えば最近では必須人タグとかそういう変異体を作れる技術がありますので、ここの運動はしっかりと動かないようにすると、ここの運動はここしっかり動かないようにするんで、この2番だけを運動をモニターするということが、ある程度サンプルプリパレーションで、できるようになってきました。まあ、そういういろんな、ラベルの仕方とか固定の仕方を変えることによって、その運動がどこにアサインされるかということを、特定、最終的には特定することができる。で、まあ、Excel の、興味ある方はあんまり興味ないかもしれませんけど、まあ、一分子計測の一つで DXT を提案しましたので、下肢の一分子計測と一応比較をします。で、フローレスセントで一分子計測を見るとの、アクセプタードナーの間の距離を測るっていうフレットって一時期流行りましたけど、これと比較すると、まあ、フレットに関しては、ケミカルなインフォーム、pH が変わると強度が変わるっていうのがありますし、フローレッセントはあんまりアキュラシーが高くありません。まあ、これはもちろん偏見に満ちた、表ですけれども、まあ、ある程度アドバンテージは DXT になるというふうに思います。で、重要なのは二次元検識を用いてますので、ディフラクションスポットが後でお見せしますが、二次元的に移動しますので、そのパラメータを定義します。一つは、タンパク質がもしくはこういうふうに立ったとしたら、それが、中心軸に、放射方向の軸にこう横にこうふわふわするような、いわゆる僕らはチルティングと言いますが、このような運動をしているときは、この2シータ、シータ方向の運動としてアサインされます。で、これがタンパク質が固定してて、それが回転するようなものですね。これを、まあ、開放向というふうに称して、トゥイスティングモーション。この2つの運動を、まあ、私たちはモニターしていると。これはもちろん角度精度は、カメラ上に依存しますから、このぐらいの精度は簡単にできますが、例えばビジブルライトとか AFM というのは基本的には変身運動をモニターしてますんで、この回転運動をモニターするというのは比較的難しいことになります。で、今はまあ大体スプリング8は 40XE を中心にやっておりますが、一時期は BL28B2 もやってましたが、ホワイトが出ますんでやってましたが、ここはちょっとバックグラウンドが高いのと、ちょっとフラクス量がいろんな波長が広がってすぎてて、ちょっとサンプルのダメージが厳しいので最近はしてません。で、NW14 は、まあ、いろんな、光との、接続で、測定することができますので、いまだに使っております。
で、これは最近ですけど、ダイヤモンドライトソースでこういう大きな高速のディテクター、これは測定した後に自分活性を定義できるという面白いディテクターですが、こういうディテクターをダイヤモンドライトソースが開発しましたんで、まあ、もちろん光はダイヤモンドライトソースはちょっと弱いですけれども、自分活性を、まあ、ここで DX 性を測るということを何回かさせていただきました。まあ、ダイヤモンド2では、DXT のまあ純専門専用ラインを作ってあげてもいいかなという話は今起こっております。まあ、装置的には、まあ、ラーウェイだったり、そういうものと一緒なので、まあ、このスリットの入れ方とか、ファーストシャッターの入れ方とかね、いろいろありますけれども、まあ、サンプルは基本的には、バックグラウンドを低くするためにカプトン紙をいろいろ工夫して、それを薄い水の中に返して X 線を当てると。それことによって、できるだけバックグラウンドを下げるという状況にします。カプトン紙には、いわゆる金を蒸着したり、その上にケミカルな、反応物を乗せたりして、タンパク質を配合するような技術が、そういう技術が別に、持っていなければならないっていうのは、まあ、サンプルプリパレーションはこの方法はかなりもしかしたら難しいようなことになるかもしれません。で、イメージゲンディシファイヤーで、X 線を可視に変えて、CMOS カメラで、高速測定をすると。で、これはフォトロンですかね。の検出をして、これがイメージゲンディシファイヤーです。だいたい今は10マイクロセックぐらいが、まあ、通常、高速にできる測定法です。で、これは、AR の、PFAR のモニターですけど、まあ、普通のラウェイ法で、ただ問題は、サンプルのダメージによって、ビームの広がりをある程度コントロールして、後で、生きている細胞の測定を、ご紹介しますけども、その時には、この幅を少し狭くして、ダメージを減らすということをします。で、サンプルは、基本的には、これは全部、ポリイミドフィルム、カプトン紙ですけど、カプトン紙にゴールドを、まあ、最近ゴールドではありませんけど、ゴールドを蒸着して、これはアモルファスなんでディフラクションが出ませんので、その上にプロテインを、分子配合させて、ナノ結晶をラベルして、薄薬液アソリューション、まあ、10ミクロンである必要はない、100ミクロンぐらいでも、バックグラウンドはなんとか、下げることができます。このぐらいの、溶液の中で、測定をするというのが特徴です。で、今までいろんな測定をしてきましたんで、今日は、非常に開方向にきれいに回った例として、シャペロンの例、それからシータ方向と開方向が非常に巧妙に複雑に動いてたんですが、まあ、解析した結果、意外ときれいな解析になった例というのを、ご紹介いたします。まあ、最近非常に注目されている、リキッド・リキッド・フェーズ・イン・セパレーションというのもいろいろ注目してやってるんですが、まあ、ちょっと分子生物学の方が先に走ってますんで、なかなかそれに追いつくのは難しいです。で、まあ、データは先ほど、もう言ってますように、ディフラクションスポットが、こういうふうに、まあ、やたらわけのわかんないように運動していると。これをいかにして解析するかということです。もちろん、この原理は、ラベルして、何か結晶体があって、それをタンパク質にラベルして、その運動を見るということでは、別に電線でも中性子でもいいわけですけども、まあ、エレクトロンですと、まあ、こういうふうに EBSP プロファイルが動くような形になるんですが、まあ、やはりちょっとダメージが問題。やっぱりエレクトロンっていうのは熱源なものですから、タンパク質がすぐディネージャーしてしまうということが、何度も起こってるんで、最近は行っておりません。で、今日のお話は、まず最初、とにかく、DXT ですね。ディファクトエクストラッキングをまずお話しして、3つの例をお話しして、まあ、その後、ダメージの問題もありまして、より、エネルギーの細い単色光でも、この DXB 的なことが見えるということの、まあ、名前をちょっと変えまして、DXB とブリンキングという名前をしました。その例。で、今度は逆に言えば、ラベルっていうのが、まあ、問題、あんまり、気に食わないという方もいらっしゃるんで、ラベルをしないという意味で、結晶体の自身のダイナミクスが見れないかということで、結晶体の、ノンラベルの DXB っていうのを最近出会いしましたので、まあ、主に、DXT ですけども、この3つの例をこれからご紹介いたします。で、まあ、多くの方がですね、DXT とか DXB っていうのは難しそうだねっていう話をするんですが、正直言ってやってる本人としては非常に簡単で、DXT はいわゆる自分活計測であるということに尽きるわけですが、あまり他の人には言いませんけど、まあ、八木さんとかご存知ですけど、一番の最大の難所っていうのは、このゴールドナノクリスタル、金のナノ結晶をいかに作るかっていうのが、これが非常に難しくて、今、いまだにまだパラメータいろいろ振っておりますが、例えばこれは市販されている、私が先駆けの時に、
いらないお金をいっぱいもらったもんですから、全世界の、金コロイドを50種類ぐらいですかね、それを全部買って、ディフラクションを取ったんですが、全部こういうリングのディフラクションでした。まあ、論文にはこういうふうに結晶性があるっていうふうに書いてるんですけど、まあ、こういうあんまりいい結晶じゃないので、DXC のディフラクションをトラッキングするってことはできませんでした。ですから、自分で作って、こういうふうにディフラクションスポットがちゃんと出るような良い結晶を作るということをまず最初にやりました。で、まあ、最初にやったのはですね、金コロイド、ゴールドナノクリスタルのやつではなくて、もう絶対結晶性が最初からあるという定型をやりました。これは、いわゆる、X 線の領域では、マルチレイヤーの反射ミラーとして有名なシリコンモリビデンのマルチレイヤーを買ってきて、まあ、作って、PMMA の下に、上に作って、その上に、シリコンビーズをやって、これでエッチングをすると。そうすると、なんか宇宙人が3人並んでるような感じですが、ここの、ピンク色のところがこのマルチレイヤーで、これだけ抽出してくれば、これは必ずディフラクションが出るということで、最初はこれを使ってました。ただ、これは非常に難しいプロセスがいっぱいありますんで、最近では、ゴールドナノクリスタルを、まあ、NaCl とか KCl をエピタクサル成長させて、まあ、400度に加熱して、まあ、最近では4日とか1週間とかアニーリングしてますが、できるだけゆっくりとアニーリングした方が、結晶性は上がります。まあ、装置的にはこういう蒸着装置で、中で温度を上げたりすることができます。この装置は中で、KCL とか NaCl をカットすることができるので、正常表面で、蒸着してナノ結晶を作ることができます。まあ、やっぱり金コロイドもいろいろ自分で試してみて、いい結晶ができないかどうかっていうのをいろいろ試してるんですが、やはりこれは金コロイドっていうのは、低温で測定する、これは大体400度まで加熱しますけど、まあ、この辺はせいぜい上がっても100度ぐらいなんで、やはりその結晶性が上がらないっていうことは、まあ、この方法ではちょっと無理なんじゃないかなと最近思ってます。で、まあ、一番評価として簡単なのは AFM で見ること。または溶液中に展開して、動的光算段、DLS を評価して、サイズを評価するということをします。で、エピタクサル成長で、菌の上にアイランド状態で成長させて、最後、もちろん、タンパク質に固定するわけですから、分散すると。この分散法もかなり難しくて、最初はこれは、疎水的な表面で覆われているものですから、溶液に展開するとすぐアグリゲーションを起こしますが、まあ、実際この分散、まあ、多様化するいろんなノウハウが最近溜まってきましたんで、意外と安定に、まあ、そうですね、安定にと言っても1週間は安定に存在できませんで、まあ、せいぜい6時間から12時間ぐらいは、きれいに分散するような、分散した金コロイドのナノ結晶っていうのは手に入ることができるようになりました。で、まあ、サイズ的にはいろいろコントロールできるんですが、形的には完全に球ではなくて、やっぱりエピタクサル成長なんで、こういう四角の状態のものが多いみたいです。で、今のところ NaCl ではなくて KCl の方が結晶成長がいいんで、その辺を使ってます。で、もちろん、ラベル法なんで、まあ、これは下肢の一分子計測も一緒ですけども、ラベル法の最大の問題点はラベルの効果ということですが、この場合は金のナノ結晶のサイズということですが、こちら側にサイズ、で、こちら側にその運動ですね、をモニターしますと、比較的意外と単純で、ナノ結晶を大きくすると、運動はやっぱり小さくなって、まあ、どんどん小さくしていくと運動が速くなるという、この相関は意外と単純で、まあ、これはあんまり論文では言ったことはないですけども、これを外装すればノンラベルの速度っていうのは、まあ、本当は計算でここでヒューッと上がるっていう人もいますけども、まあまあ、そんなに変わらないんじゃないかというような感じはしています。で、今大体使うのは大体40、400オングストロームから600オングストロームのサイズのものが多いです。で、これを逆手にとって解析をしますと、サイズを変えていって分布の運動分布がどういうふうに、速度分布がどういうふうに変わるかということも、測定できて、例えば、耐久性に強いのは、アセチルコリン、例えば何かのリガンドが入ったときは、ナノ結晶が、ついてもそれほど変わらないけれども、フリーの状態だとガラッと変わるとかですね、そういう、逆にアセチルコリンがつくと、運動性に対して非常にセンシティブに、こちら側が、ディフラクションの強度で、こちら側がベロシーですが、このアセチルコリン、あとでご説明しますけど、タンパク質のリガンドですが、このリガンドが入っているときっていうのは、多分タンパク質が柔らかくなってるんで、このようなベロシティの依存性というのが非常に高くなる。まあ、ある意味ではストレステストみたいなことができるんではないかと思っています。で、まあ、このちょっと話が戻りますけど、二軸なんですけれども、実際、タンパク質の固定のジオメトリをこういうふうに考えてみますと、タンパク質がですね、この
ここで言う R の値ですね。R の値が伸び縮みするタンパク質っていうのもたまにありますけど、まあまあ、エネルギー効率的に動いてるもんですから、R はそんなに変わらないだろうと返して考えると、これはいわゆる極座標として議論することができるんで、ある意味では θ と解の値が分かれば、初期状態は分かりませんけど、変化量として分かれば、まあ、XYZ と換算できると。つまり、θ と解の二次元分布を見ると、これは座標決定に、まあ、変化量の座標決定ですが、座標決定に使えて、で、これが動画としてモニターできれば、まあ、ある意味では四次元動態情報を得ることができるというような解釈になります。で、まあ、いろんなタンパク質をやったり、やはり、動的な挙動なんで、MD とのシミュレーションとの対比っていうのを、まあ、いろいろやったり、まあ、最近ちょっとやってませんけど、X 線の、この間の、光ピンセットのノーベル賞を取りましたけど、まあ、それの X 線バージョンとも私は持ってますけど、X 線ラデーションプレッシャーフォースっていうのも、測ったことがあります。で、まあ、いろいろ1998年からいろんなタンパク質をやっておりますが、今日は、最初に非常に単純な開放口に回ってる、回転方向に回ってるシャーペロンから、複雑なアタッシュコイン、それからまあリビングセルで GPCR っていうのを、まあ、あと10分ぐらいで簡単にご紹介いたします。最初、シャーペロンですが、まあ、ご存知だと思いますけど、ATP が入ると閉じて、中でタンパク質をフォールドして、またオープンにするという単純なシャーペロンという、何度もノーベル賞候補に、シャーペロン系の先生はノーベル賞候補になってますが、まだ取っておりませんが、これはですね、クライオ電検が、流行るちょっと前に、もうスタンフォードのグループがクライオ電検で、構造というか、まあ、構造は決まってたんですけども、動態強度ですね、ATP を入れて、画像をいっぱい撮ってきて、それをなんかいろいろ並べて、最終的に多分こういうふうに回ってんじゃないかという、さもタンパク質が動いてるような、で、まあ、綺麗なもんですから、ネイチャーにちゃんとストラクチャーバイオロジーにすぐ通ったわけですが、まあ、これが本当に正しいのかなと。もしくは正しいんだったら、開放口にきれいに回るはずなんで、まあ、私らは実験をしましょうということになりました。で、彼らのデータとしては、まあ、拡大解釈すると、ATP が入るとこういうふうに閉まると。で、ATP がリリースするとこうやって開くという非常に素晴らしい、単純化したモデルを出していただいて、まあ、これはもちろん誰も文句を言わなかった、当時は。で、じゃあ、ちょっと私らがやってみましょうということで、まあ、一番手始めに ATP なしで、シャペロンを基板固定して、その上にナノ結晶を置いて、まず ATP。これはちょっと高温にしないと活性が起こらないものですから、60度に仮定しますと、ディフラクションスポットはこういうふうに、まあ、いわゆる熱のブラーニアモーションですね。熱のブラーニアモーションがこの白い点として出てきます。まあ、これを数百点。まあ、今は1万点とかモニターすることはできますけど、まあ、当時は100点ぐらいですかね。100点から200点ぐらいをまあ解析して、普通のブラーニアモーションだよっていうことを言うわけです。で、それに対して、ちょっと濃度が高いですけど、2ミリモルの ATP を入れますと、これが見事に、くるくるとこう回ってくれるわけです。ただ ATP が入ったり出たりするのが、同時に起こるものですから、右回りにしたり、まあ、閉じる方向が、時計と反対回りなんですけども、時計と反対回りだったり、時計回りだったりっていう角度がもうぐるぐると、たくさん回るのことがわかります。で、これをいつ回った時にどっちに回るんだということを固定するために、まあ普通は、ケージド ATP を使うわけですが、UV ライトを当てて、溶液中の中に ATP を入れるっていう実験をします。で、やった結果がこれですが、まあ普通の ATP を入れると右行ったり左行ったり、こちらが赤が CCW、開放口にこういうふうに回るというやつですね。CW は、時計回りに回ると。2ミリモルの ATP だと先ほどの画像のように両方とも同じようなプロバビリティで回ってると。ところが、ケージド ATP ですと、最初はもちろん何もないので、周りも何もしないんですが、UV ライトをフラッシュすると、まあ予想としてはすぐ CCW に行って、それからまあ中には CW の方に行くっていうことが、起こるというふうに予想されました。で、それが、結論としてはですね、あるタイムラグの間は、まあちょっとは回りますけど、ほとんど回らない。それも1秒ぐらいですね。1秒ぐらいの間、ほとんど回らないで、その後回り始めるっていう現象が起こりました。まあ、これはもしかしたら、ナノ結晶をラベルしてせいじゃないかとか、いろいろ、ラベルの長さを変えたり、ラベルの数を変えたりして、いろいろ評価したんですが、ここのサイズ、距離は変わらないと。で、じゃあ、その時、ここの今のデータっていうのは、開放口のデータですから、開放口のデータ。じゃあ、θ 方向はどうなってるかと言いますと、面白いことに、その1秒間の時にですね、非常に速い運動が、このショルダーのように起こってるんですね。
じゃあこれは何かというふうに最初は悩みましたけども、モデル的にはこういうふうになりました。最初は開いてるんですが、スタンフォードのグループはただもこういうふうに閉まる、閉じる、閉まる、閉じるって全てがアルストリックに動いてると言われてたんですが、まあそうじゃないと。まずシーター方向しか動かないんだから、まずパタ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 と、閉じるだけで回転はしないというようなモデルを考えました。まあその時に、解析した方法が、まあ、40X4 のビーマイン担当者である関口さんがソフトを、考案しまして、まあ、この辺のソフトをいろいろ使ってるんですが、まあ、最終的に2次元、ヒストグラムにしたり、MST カーブにして、この MST カーブっていうのは、まあ一分子計測法の概念としてはあまり使わないものではありますけれども、統計的にどういうデータを意味しているかという意味では非常に分かりやすいものです。まあ、この DXT、このシャブロンに関してはほとんどまっすぐブラウニアモーションしているということになっています。で、まあ、例えばツイスティングとツイス、あの、ツイスティングとチルティングっていうのも MST カーブで通ると、まあ、非常にわかりやすいし、まあ、二次元の分布にすると、まあ、はっきりと、ツイスティングだけが動いている、チルティングだけが動いている、それが混ざっているという分布にも見ることができる。これは非常に、MST カーブとヒストグラム、それも二次元ヒストグラムを、データとして利用するっていうのは非常に有効です。まあ、この辺のソフトは、多分お願いすれば関口さんがくれると思うんですけども、問い合わせしてみてください。まあ、こういうソフトを、実際にトラッキングする。このトラッキングをいかにバックグラウンドを落とすかとかですね、そういうところはちょっといろんな、ソフトのどこをバックグラウンドにしたり、まあ、全部積算してからそこをバックグラウンドにするとかですね、いろんなバックグラウンドの引き方がありますので、それで、まあ、少なくとも間違えないように、この隣のディフラクションと間違わないように、大概間違うとですね、MST カーブがおかしくなりますんで、MST カーブがまっすぐであれば、まあまあそんなに間違ったトラッキングをしてないっていう証明にもなります。で、私らが出した結果がこれです。まずは、ぐるっとこういうふうに、最初からこう、閉まるんではなくて、最初は、下手のところがパタパタパタと、まあ、これはランダムだと思います。これは右からゆっくりと全部、閉まってますけれども、そうじゃなくて、まあ、これは多分ランダム、すごく速く動く。で、それが1秒間の間、それが、シータ方向の速い運動に関与しています。で、それはシータ方向だけで動いてるんで、開方向は回らないと。で、それが全部閉まった後にぐるっと回るっていうような現象がありましたんで、そのダブルド、ドミ、えっと、えっと、ドミノモデルだっていうふうに言ってですね、まあ、もちろんこれは最初にネイチャーに出したんですけど、このスタンフォードのグループは大嘘だと。だから、この訂正して、こんなに同期して、こんなシンクロしてきれいに回転してるんじゃなくて、まず最初にランダムに閉まってから、それから回るんだと。これは DXT で初めて証明されたんだというふうにレフリーに言ったら、レフリーは一言、やっぱ回ってるのは変わらないじゃんっていうふうに言われまして、まあまあ、それでリジェクトされて、違う雑誌に載ったわけです。まあまあ、やはり最初に回転してるっていうことを提案することが非常に重要だったんじゃないかと、まあ、自分を慰めておりますが、まあ、こういう運動の違いっていうのを見ることができます。で、次にアセチルコリンですが、これは非常に大きな分子で、県立大の宮沢先生にサンプルをいただいたんですが、まあ、これも、変異体を作ることができなかったんで、アンチボディを探す、普通、抗体をつけるとですね、活性が落ちてしまうんで、活性が落ちないアンチボディっていうのを探すのは結構大変でした。で、まあ、つけた後は意外と簡単で、アセチルコリンレセプターだけ評価してもやっぱり誰も信用しないんで、それの、可用化しているアセチルバインディングプロテインっていうヘッドのところだけのやつを、まあ、ヒスタグで固定して、システインもしくはメチオニンで、基板固定する。これも、正直言ってメチオニンで固定するのとシステインで固定するのと運動がちょっと違います。で、アセチルコリンレセプターの方は、不要タンパク質、膜タンパク質なんで、ベシクルを作って、もうこちら側は基板固定用、こちら側はナノ結晶をラベルして観測用というふうにして、まあ、こちら側の測定はもう見ないということにして、こちら側でラベルの実験をして、で、溶液状態としてはアセチルコリン入れる、入れない、もしくは毒素であるボンガル毒素を入れると。というような実験をしました。で、実験配置としては、ヒスタグを使って、こちら側は、変異体が使えるんで、ヒスタグを使って基板固定して、これは、ベシクルで、まあ、ちょっと汚い写真ですけど、こういうベシクル状態で基板に固定していると。で、これは100マイクロセックで、測定をしますが、やはり、
タンパク質の回転っていうのは時間軸がありますので、36ミリセックで測定しても回転をすることが見れなかったり、100マイクロセックでも、回転が見れないような経緯もあります。ただ、ナノ結晶をラベルして少し遅くなっているせいもあるかもしれませんけども、この経緯は100マイクロセックで十分見えることができましたので、100マイクロセックで、100フレームのデータを取りました。そうしますと、これは逆にですね、論文を何個か、論文が出てたんですが、きれいに開放向に回転するだけだと、この論文も出てたんで、単純なデータしか出てこないんだろうなと思ったんですけど、ちょっとこれ、画像がちょっと止まってたりするかもしれませんけども、もうやたら複雑でですね、何を見てるのか分かんないみたいなデータが、数多く出てきました。で、一番最初はこうどうしようと思ったんですけども、これを、データ解析を、このディフラクションスポット一つ一つデータ解析して、で、この二次元ヒストグラムに全部落とし込みました。で、ディフラクションというのは大概は、こういうふうに、このディスプレイスメントオブ、スポットと書いてるように、このタイムスケールの方向に対して、ちょっともうすぐ動きませんけど、タイムスケールの方向に対して、こういうクラゲみたいな分布に見えるんですけども、これは MSE カーブにフィットしたり、1次元の、ヒストグラムに、変換したり、あとはこの2次元のヒストグラムですね。これが一番分かりやすい。そうすると、カイとシータがセットでどういうふうに動いてるかっていうのが分かります。で、これが普通は動画としてモニターされることになります。で、これ例えば、これはアセチルコリンですかね。アセチルコリンでアセチルコリンが入った状態で、シータとカイがどういう分布をしてるかっていうのをここで示します。で、注意していただきたいのは、この軸っていうのが、この大きさで0.14オングストロム、これ1オングストロム、これが14オングストロムなんで、結構な精度で、データを取ってると。これはもちろんミリセックに換算してるんで、100マイクロセックはもうちょっと小さい運動をモニターしてると。ただ、これだと、こういうなんか、長広い分布をしてるなというふうに思うだけですが、これでファンクションの議論をするときはですね、アセチルコリンの状態でこのデータを取って、ボンガルトキシンのデータでこのデータを取って、その差分で、アセチルコリンはどこの運動が多いか、ボンガルトキシンはどの運動が多いかっていうのを議論するっていうのが一番きれいだなということが、このサンプル系を通して確認することができました。例えば、アセチルコリンですと、シータ方向と開放向も両方とも運動が高いとき、ボンガルトキシンっていうのはやはりかなりシータ方向も開放向も運動をちゃんとシュリンクすると。で、これは全然違う話ですけど、ボンガルトキシンを入れた方が、アセチルコリンの血小性が上がるという論文がありました。これは理由が分からなかったんですけど、もしかしたらボンガルトキシンを入れることによって熱動態がなくなったんで結晶化しやすくなったのかもしれません。例えば、実験結果ですが、これはシータとカイの二次元ヒストグラムですが、こういう分布をしていると。こちらがフリーで、こちらがアセチルコリン。パッと見るとほとんど変わらないですね。で、これだともうデータはダメだということになるんですが、これをしっかり差分を取りましょうと。で、例えばこれは二次元ヒストグラムの分布の、理解の仕方としては、これ開放向だけぐるぐる回ってたとしたらこういう分布になります。シータ方向は全然動かないで開放向だけある分布を持ってる。で、シータ方向だけ動いてるというふうになると、今度は開放向の運動の回転方向はほとんどゼロなんで、シータ方向の運動がこういう分布してる。つまり今回の分布はこういう分布なんで、ある意味ではこの2つが混在しているような状態になると。で、この実際の差分を取ると、ファンクションとして理解することができるというのがこの結果です。で、これはアセチルバインプロテインですけど、アセチルコインとか、アセチルコインフリーでもそうですけども、アセチルコインは基本的にやっぱりシータとカイ両方とも、運動を、エンハンスしてるっていうのが分かりました。で、フリーももしくはボンゴルトキシンもしっかりと、運動を固定してる。よりボンゴルトキシンの方が運動を固定してるってことが分かりました。じゃあその次に、アセチルコインレセプターの方はどうかと言いますと、これは先ほどのバインディングプロテインよりも大きいようなもんですから、このボンガルトキシンが2つのピークがあるとかっていろんな議論が面白かったんですが、いろいろ解析をしていて、最終的にはこの3つのパターンに変えれるんじゃないかと。1つは、ボンガルトキシンみたいな、結合してないのは、そんなに結合が運動が小さくなるわけじゃないんですけど、アセチルコリンはすごい運動が減るものとすごい運動が上がるものの2つの分布が、検出されることが分かりました。で、これが面白いのは、アセチルコリンバインディングプロテインは、シータと開放向が一緒にこうやってリンクして運動するんですけども、こういうの大きなアセチルコリン、レセプターになりますと、ちゃんと開放向の運動、この回転方向ですね、
回転方向だけの運動を、ファンクションとして運動しているというように、コントロールしているように見える運動が検出されました。まあ、これはどうしてアセチルコリンが入ってもどうして運動しないんだっていうのは、まあ、ディセンシタイゼーション、脱換算というのが有名な現象ですが、果たしてそれがリンクしているかどうかは分かりませんけども、この2つ、非常に大きなタンパク質と小さなタンパク質を比較すると、シータとカイのリンクの運動の仕方が違うっていうのは、これは非常にきれいに測定することができたと思ってます。で、モデル的にはこういうようなモデルを提案して、論文に書きました。で、これは余談ですけども、この論文を出したときに、そのアセチルコリンレセプター、アセチルコリン自身をですね、同定単離を、1950年代、60年代ぐらいですね、かに、やりました。シャン・ジュー先生というのがパスル研究所にいらっしゃいますけども、そのシャン・ジュー先生が、直接私に会いたいというふうに来て、パスルで何回か講演しましたが、まあ、いまだにお元気で、メールとかやり取りしていますが、まあ、この方が、まあ、こういうようなアルストリック効果を見るのは、この DXT というのは非常に優れてるんじゃないかというふうに評価をいただきました。で、これは DXT の最後のモデルですけども、GPCR です。やはり製薬メーカーの人たちはこの GPCR というのをターゲットに取るわけですが、2012年に、コルビコ先生とその先生、その師匠の方が GPCR で単結晶、まあ、この方が結晶構造解析したんですが、それを決めた、かなり構造変化としては非常に複雑だと思いますが、構造を決めたというこの GPCR を生きている細胞の上に発現させて、それで測定をしました。で、一番、怖かったのはやっぱりダメージです。で、ダメージは、まずは、ホワイト X-ray って非常に幅の広い X-ray で、この、ちょっと細胞固定の図をちょっと今ここに書いてませんけども、基板に細胞固定して、その上側に乗ってる、GPCR だけナノ結晶でラベルして測定しますと、この X 線を照射して、2回目の、照射をしたときに MST カーブがこういうふうにドーンと下がります。まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、やっぱりある種のダメージがあるということで、やっぱりホワイト X-ray っていうのはかなりダメージがあるということがここでも分かりました。で、じゃあ、もうちょっと、細くしてみようと。まあ、細くしてももしかしたらダメージはダメ、あの、減らないんじゃないかと思いましたけども、実際はこういうふうに減る、X 線の、エネルギー幅がありましたので、まあ、モノクロっていうわけではないですけれども、ある程度狭くしたら、生きているライブの、X 線も、生きている細胞も、その中の膜タンパク質もダイナミクスが見ることができるということが分かった例として、ここで、紹介しました。それは何かというと、まあ、今は、300フレームぐらいデータを取ってるんですが、この最初の時のデータと後のデータを比較することによって、まあ、このデータがダメージで、運動が変わってないかどうか。で、実際はですね、目で見ると、X 線を当てると細胞っていうのは大概穴が開いてたりするんです。ただ、それで破壊だと言ってしまったら、ちょっと測定ができないので、そういう破壊の定義ではなくて、この運動の中で、運動が変わってないというような定義ができるんであれば、動態的な計測において、X 線のダメージはほぼないというふうに、定義することにして、こういう、評価をいつもしながら、実験するように今はしております。ですから、今は、生きている細胞でも測定することができます。で、まあ、これは興味ある方はあると思いますけども、今まで基板に固定して、全てを見ていたんですが、ナノ結晶がフリーの状態で、どういう現象を見るかというと、やはり今一番重要なのは、LLSP っていう、いわゆる過飽和現象に似たような現象が、細胞の中で起こっていると、相転移が起こっているという現象が今非常に注目されておりますが、まあ、それのデモンストレーションとして、まあ、過飽和現象、スーパーサチュレーション、こういうネットワークができて、それが安定化するというものですが、それがどういうようなブラーニアモーションをしているかっていうのを、まあ、ナノ結晶を共存させただけでもしかしたら見れるんじゃないかということで、まあ、いろいろやってみると、こんな早いサブピークが起きたりですね。この過飽和現象っていうのは非常に粘性が高くてゆったりしているように見えますが、非常に早い運動が、中に存在するっていうのが、これでも分かりました。で、話は戻りますけども、まずこれで DXT の話をして、ダメージを減らすという意味では、DXB に近い、ダメージ、X 線を、エネルギー幅を狭くするということが重要であると。で、それを一気にモノクロまでにしていくっていうのが、これからの DXB のお話です。で、まあ、DXT のアドバンテージとしては、まあ、
一分子計測を数えながらできるっていうことなんですが、やっぱり DFC のダメ、問題点としてはちょっとダメージが問題があるということと、ラベル、まあ、これはまあ DXB においても、ラベル技術は今のところ、使ったりすることが多いですけれども、まあ、DXP については将来的にはノンラベルの方法も、今現在やっております。で、この、ここの DXC に次の DXB というこのブリンキングっていう名前ですが、これは歌詞でよく使われている名前で、ブリンキングっていうのは、賢口で、ノーベル賞を取られたモネア先生が、1997年に歌詞でもこういうふうにブリンキングすることがあるという、まあ、これは、個体内の、トランスファーの、変動を評価するのに使えるという、まあ、今ではあんまり、ポジティブには使われてない名前ですけれども、これが X 線でブリンキングがあるということを私が提起しました。で、今までは、ホワイトの X 線を当てて、ディフラクションをずっと追ってたんですが、モノクロにすると、ね、追うことができません。ですから、もちろんできないと思ってたんですが、まあ、実際に、これはラボの X 線で非常に大きな、ナノ結晶をデモンストレーションで溶液に固定して測定しますと、こういうふうにディフラクションがですね、出たり入ったりするような画像が撮れます。で、これがいわゆる僕が言っているブリンキング現象です。で、このブリンキング現象を使えば、やはり動態というのが、測定できるんじゃないか。で、モノクロが測定できるってことは、結局はまあ放射光と比べることは難しいかもしれませんけど、デモンストレーションとして、ラボの X 線も使えるようになるということは以上。もちろんフラックス量も全然違いますから、同じ自分数でできるとは思えないですけども、まあ、ここでラボでナノ結晶の評価とか、タンパク質のラベルとか、そういうものが、うまく測定できるようになれば、まあ、それをすぐ、スピンゲートに行って、実験することができるということになります。ただ、原理的には、ホワイトは、シータの幅があるから、運動がトラッキングできますが、まあ、これラブラトリーっていうか、モノクロの DXB に関しては、シータが非常に狭いんで、失礼、ラムダが非常に狭いんで、シータも幅が狭くなるんで、トラッキングできないと。じゃあ、トラッキングできなくても、いいのかっていうふうに言いますと、まあ、これは、ど素人の方にも、分かりやすいように言ってんで、意外と受けてるんですが、これはホワイトエクスレイを、提案、ホワイトエクスレイで、このフィリップス君を見ている状態です。つまり、これが猫で、黒くて、なんか行ったり来たりしているというのが情報が全部わかるんですが、これがモノクロマタイズされて、ウィンドウが狭くなると、まあ、何が起きているかわからない状態になりますが、速度はわかる。で、またその速度の方向もわかるということで、例えば、XFA の人が馬の絵が好きなんですけど、まあ、こういう速度が違う馬をやって、まあ、例えば僕の場合はこれはナノ結晶をラベルするわけですが、まあ、ホワイトの場合はこういうふうに運動がきれいに全部見えるんでいいんですけども、これを、まあ、ナノ結晶だけモニターしたとすると、それをモノクロで、狭い領域から、これを見ようとすると、何が見えるかというと、まず方向性。で、それからその、ディフラクションが現れる頻度が違う。つまり強度が上がったり下がったりするということで、まあ、これは単純に自己相関関数を取ればいいということになります。自己相関関数の減衰係数が高ければ運動が速い。ゆっくりしていれば、運動が遅いという定義ができるはずです。ですから、このディフラクションの変動から、こちら側に持っていくということをすれば、方向性と速さに関しては、測定ができるというふうになります。ですから、こういうふうに、DXT で、ディフラクションスポットを追ってたのをですね、こういうディフラクションスポットの、ラインのところ、これはもう出るところが分かってますから、それの強度の上下というのを見ると。まあ、これは単純に見えますけど、実際はですね、DXT の方は定量評価っていうのがあまりしないで、スポットの位置だけをモニターしてるんで単純だったんですけども、DXB の方は、こういうふうに完全に強度を評価する、強度を定量評価するってことをしますんで、比較的解析のバリエーションが、広がってしまって、まあ、ちょっと解析する、厳密に解析するのっていうのは、ちょっと難しくて、今ちょっとそこで問題がある程度起こってます。例えば、これ、溶液中のナノ結晶とですね、乾燥した時のナノ結晶を基板に固定すると、こういうふうにして、減衰係数が全然違うということが、わかります。ちょっとポインターがなんか変ですけど。それで、そこで使う、自己相関関数ですが、各ピクセルの中で自己相関関数を取ります。で、その自己相関関数のすべての、ガウシアン分布、もしくはボックスプロットで定義して、このピークの位置が、右に行ったら速くなった、左に行ったら遅くなったっていうことを、まあ、ある意味では相対評価ですね。
実際にこれで、どのぐらい運動したかっていうのもアサインできますけれども、まあ、それと DXT のデータがなかなか合わなかったりして、いろいろまだ定量的な解析に問題点がありますんで、まあ、今、助教の倉持さんに一生懸命解析の仕方を、いろいろ解析してもらってます。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、自己相加関数っていうのは別に私が考案したものではなくて、まあ、もう、単粒子解析でも使う、画像解析に使われてますし、DLS でも使われてますし、エクセル領域だと XPCS にも使われてると。だからまあ僕の DXB がまあ所詮 XPCS だろうっていうふうに言う人もいますけども、まあコヒーレンシーは使ってないということはあると思います。ですから一つ一つのピクセルのデータの強度変化、まあちょっといろんなノイズがいろいろ入ってて難しいんですが、それの ACF 変換を全部して、それの統計処理をすることによって分布を出すということをしております。まあただ、自己相関関数だけ取ると本当に XPCS だと思われてしまうんで、他の解析法がいろいろないかと、例えば強度の SD を取るとかですね、いろんなことを今やっておりますので、まあもうちょっと新しい、脱自己相関関数というふうに思って、もうちょっと、単純な、今、画像解析っていうのはいろいろな方がいろいろ、いろんな面からやっておりますんで、まあそういうこともちょっと今トライしようとしています。で、これは、DXB で先ほどの、GPCR の解析をしたんですけれども、まあ、ちょっとデータの細かいことを言いませんけれども、離岸の書いたら運動が大きくするっていうのは、まあ、イメージ的には分かると思うんですが、それが DXB の測定でもちゃんと評価することができたということが、確認できました。で、タンパク質の話はここまでで、で次に、最後のところですね、結晶体であれば、ナノ結晶をラベルしないで、その結晶体から出てくるディフラクションを同じように DXB 的な解析をすれば、ノンラベルの DXB ができるんじゃないかという発想は、まあ、前々から考えてはいたんですが、まあ、それを実際デモンストレーションでやってみました。まあ、サンプル系としては、まあ、ちょっとダイナミックに変化しすぎんで、ちょっとこれをリファレンスするのはちょっと問題点があったんですが、これはエクセンフィルムです。AGX。けども、これは普通はエクセンを与えると、AG が還元されて AG になって、それを染色すれば、まあ、フィルムになるという発想ですが、今までは AGX のディフラクションを取ってエクセンを照射して AG の新しいディフラクションが出てきて、どのぐらいの効率が出ましたかっていうことを、ただ前後の、解析データをすることだけだったんですが、私の場合はここをタイムリゾルーションしてみようということになりました。で、まあ、普通はこのディフラクションをただモニターするだけなんですが、静着した膜なんでこういうふうに不均一なディフラクションになって、まあ、汚いデータなんですが、例えばこれを動画として見ると非常に面白くて、まあ、例えば基板をアニーリングするときとしてないときではドメインの大きさが違うんで全然運動が違うと。これはただ50ミリセックの運動なんで、ちょっともうちょっと早い運動が欲しかったですけども、ここに出てくるのが金の11時面ですかね。だからその前から、非常に後から出てくるものと最初からすぐ出てくるものっていうのが、このアニーリングするかしないかによって違ったりします。で、これ AGBR ですけど、この AGCL も全然挙動が違うというようなデータで、まあ、これを一つ一つ刻々とですね、変化するさせを見ることによって、これは全然何もラベルしないで AGCL、AGBR を直接見てるわけですから、ノンラベルでこういう動態挙動、結晶性の動態挙動をモニターすることができます。で、こういう減衰係数を評価して、例えば運動幅を見たりすると、アニーリングしている AGBR の方がひたすら運動幅が広いとかですね、ノンアニーリングの AGBR、これはだから物質によっても全然違ってくるんですが、この AGBR のダイナミクスと、今度は AG は違うところにディフラクションが出ますんで、AG のディフラクションのダイナミクスと、まあ、これはもう全然違うというのが、この実験から測定できることが分かりました。まあ、定量解析はかなりまあ難しいところはありますけれども、こういうふうにしてノンラベルの実験ということもできるようになってきました。で、じゃあ、これはどのぐらい動いているものかということは、まだちょっとこれは定量的な解析まで至っておりませんが、まあ、一つのピクセルにおいて、ナウンストロームっていう、オングストロームの定義はアサインできますので、まあ、それである意味では D スペース、距離を定義できて。で、減衰係数っていうのは、強度が36.8%になったときが、減衰係数の定義ですから、まあ、これで時間が出てくると。そういう意味では、時間と距離が出てきますんで、回転拡散係数っていうのが出てきます。つまり、こういう回転拡散係数から、
ある時間の時にどのぐらい運動してるかっていうような数値的な解析っていうのはできるようになります。ただ、これをですね、実際に DXT 的な解析をしてみると、昔ちょっとやったことあるんですけど、ちょっとオーダーが違ったりするんで、この変換式は相対的な評価としては非常にいいですけども、なかなか難しいところがあります。で、この私がやってる運動っていうのはどういうものかっていうと、DXT 的には非常に単純で、ナノ結晶がこういう全体で運動してるってことですが、結晶体において DXP 解析をしたときっていうのは、まあこういう大きなドメインの運動もあるかもしれませんけど、この中の格子の揺らぎっていうのがですね、もしかしたら見えてるんじゃないか。これはもう本当にオームストロム以下の運動ですけども、こういう運動が例えば熱によって変わるとかっていうようなことは、今まで、評価をしてきました。で、ピコメーター、先ほど言いましたように、こういうふうにピコメーターみたいな数字が出てくるんですが、こういう無機材料系でピコメーターなんて言ったら電験の観察みたいですけども、果たしてどういうことに使えるかっていうことをいろいろ考えたんですが、まあ、例えば耐久性評価を高感度にできるというようなことは言えるんじゃないかと。例えば、私のこの検出鏡は、0.01ピコメーターぐらいもなんとなく検出できるんですが、例えば1ヶ月に0.01ピコメーター動くような材料があったとしたら、まあこれ1オームストロム動くまでには833年かかると。だからそういう意味では非常に高感度に、その何て言うんですか、耐久性をチェックできる。まあここまで高感度になる必要はないんですけども、例えば全固体電池が1ヶ月経った時にディフラクションがどう変わった、つまりその中の成分がどういうふうに変わったというようなことの評価は、もしかしたらノンラベルで、ただサンプルに当てて、そのディフラクションを見ることによって評価することができるということになると思います。で、最初に言いましたように、XN 一分子計測、DXT、DXB は、結局は動態挙動です。だから、どの部分の時間軸を見るかっていうのは非常に重要なんですが、まあ、これは無機材料も言えることですけども、意外とその時間というのは、サイズと、リンクしてますんで、例えば、マイクロ秒とか、ナノ秒レベルの、領域の時間軸をモニターしたいんであれば、ちょうど分子の大きさ、ナノメーターのサイズの動態を見るということにリンクしてますんで、やっぱり今後も、皆さん自身、もしくは多くの方、もしくは僕が興味あるのは、マイクロ秒からナノ秒領域の動態挙動であると。その辺の、カメラの開発っていうのもどんどん進んでますんで、そういう研究がどんどん進んでいくだろうと。または、先ほどちょっと言いましたけど、MD シミュレーションっていうのがタンパク質でやって、最近やっとミリ秒の解析もできるようになってきました。そういう意味では、スーパーリゾルションというのはなかなか自分解能が取れませんので、ディファクトエクセトラッキングでモニターするような運動を、まあ、MD シミュレーションとリンクさせて、どういうふうに運動しているかということを、評価するというのも、何回かやっておりますが、どんどん評価していきたいというふうに思います。で、最近では、結晶でも同じようなディフラクションが出ますんで、それを動態挙動を取ったりですね。例えば、線虫の中に、変異体を、作成して、その中にナノ結晶をラベルして、生きてる、動物をモニターするというようなことも最近やってます。これは、ネムリウスリカという、熱帯、暑いところでも生きてる、幼虫ですけれども、この中のトレハロースっていうのがどういうダイナミクスをしてるかというのを温度依存性を測ったりですね。これはクマムシですけども、同じようなことも、やはりディフラクションが出ますんで、それで評価をしたっていうこともしております。で、これは私の趣味ですけど、不当タンパク質というのがありますが、不当タンパク質の機能を損なう場合と損なってない場合っていうのをディフラクションで見ますとですね、例えば、こちら側は機能がない状態、すぐ、氷の結晶のディフラクションがブワーッと出ます。このディフラクションのパターンっていうのも、これから形状が分かってきたりするんで、もしかしたら、まあ氷っていうのはあんまり感度が良くないですけど、何かダイナミクスみたいなことが取れて。で、不当タンパク質が入ってると、なかなか凍らないんですが、最終的に氷が出てきます。で、この氷の出てくるパターンも、こちら側の結晶したパターンと全然違うパターンが出てきますんで、まあ氷っていうのは非常に感度は悪いですけど、こういうようなダイナミクスを本当にダイナミクスと称して、解析する方法も今後やっていきたいと思います。ですから、まあ、ある意味では、非常に乱暴な言い方ですけども、今までディフラクションに興味があって、で、その次、高分子のハローみたいなことも今後やっていって、例えば、小核散乱みたいなこともやっていって、で、最終的には、透過液性にも、そういう動態っていうのが取れるようなパラメータがないのかなと。まあ、これ、例えば、高分子ですけども、こういうハローの、パターンにおいても、同じような DXB 解析っていうのは、することができます。
で、これはまあ話の最後のになりますけど、最近、JPC の方に、調子にさせていただきましたけど、まあ、ディフラクションがあんまり出ないときはですね、44B2 で実験をしているときにですね、D3 扉から、コーヒーを飲みに外に行くと、非常にスペイン8は星が綺麗で、流れ星が見えてるんですが、ディフラクションが全然見えないときもあったんで、まあ、この流れ星が私らにとってはディフラクションだということをですね、この著者に、熱く語ったらこういう絵を描いてくれたんですが、スプリングエイトが山にあるっていうことをその人は知らなかったんですね。だからなぜか海が描いてしまってて、スプリングエイトは海にありませんって言ったんですけど、まあもう描いちゃったからダメですって言われたんで、まあこれが表紙になってるんですが、まあまあ、まあこの海岸縁があったんで、その、ニュートンが言ってるあのなんか変な言葉を言ってますが、それを真似してちょっと文章を書いてるんで、もしくはこれの興味がある方はそこに行けば、話が読めると思います。まあ、いろんな方々に、協力していただいて、まあ、未だに20年経ってますが、DXT 測定をまだ続けておりますので、今、無機材料とかそういうところにも展開していきたいので、ぜひ、この、講習会を通してですね、何か興味があれば、まだ、ご理解できないところもあるかもしれませんけれども、質問を通していただければといいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございはまい。した。何か質問のある方おられましたら、挙手でもチャットでも、どうぞ。多分、なんかタンパクの人と、その材料の人と両方の方が聞かれてると思うんですけそうど、ですね。材料の方は、どうなんでしょうね、これから。これからっていうか。まあ、だから結晶性のものでなんか動態を気にするような材料に関しては、まあなんか劣化とかそういうことに関して、何か情報を与えることはできるのかもしれないとは思ってますけど。まあ、ただ、まあ、結晶性がないと、取れませんけど。そうですね。そうか。だからラベルするっていうんじゃなくて、あくまでもそまあ、の、材料屋さんが、金のナノ結晶をわざわざラベルして、自分の材料の機能がおかしくなったら嫌ですよね。だから、まあ、ラベルはしたくないでしょうから、その結晶性を、モニターするということでしょうね。それでも情報はいろいろ出ると思いますけれども。特に多結晶じゃなくて単結晶であればね、いわゆる B ファクターという定義と同じですから、それで動態強度を取るっていうのは、筋としてはおかしくないと思います。質問のある方おられますか？ないですよね。忙しく喋りましたから。なんか粘性の測定とかそういうのはされてましたっけ？過飽和の時にですね、粘性を変えた、つまり、まあ、あれのデモンストレーションとして、グリセロールを入れて、いろいろ変えていったりしたんですけども、なかなか、本当に、なんていうんですか、自由な運動があらゆることで起こってるんで、例えば、完全に溶液の中で、自由に運動してるやつもあれば、その海面のところでちょっと、たむろってるところもあれば、それがディフラクションとして出てしまうんですね。それがその分布を取ってセパレートできればいいんですけども、基板固定してるとですね、まあそれはある程度、速度をコントロールできるんですけども、本当に自由だと、何を見てるか分かんないっていうぐらいいろんな、運動モードが入ってくるんで、そこは例えばサンプルのピュリフィケーションというか、サンプルをちゃんと定義するっていう、海面のとこにはナノ結晶は絶対来ないとかですね。そういうような工夫をしないと何を見てるかわからないというところがあるんで、もちろん粘性は非常に感度よく測定できますが、まあ、粘性が下がれば下がるほど高速測定にしないと、測定はできないということになります。質問のある方、どうぞ。何ですか。まあ、後で質問があれば、八木さんが答えてもいいですし、私が答えてもいいですし、関口さんが答えてもいいですし、なんかメールかなんかいただければ、意外と親切に回答しますんで。そうですね。
ぜひ、もしくはやってみたいという方がいらっしゃったら、まあ、デモンストレーションはラボのエクセンでもできますんで、今、産総研を兼務してるんですけど、産総研のエクセンの、ラボのエクセン工芸もありますんで、そこでデモの実験は、なんかサンプルを持ってきていただければ、実験することはできます。まあ、佐々木さん、いろんなものに手出すの好きだから、はい。サンプルあれば、そうですすぐ飛びつきますよね。ね。はい。飽きやすいですけど。まあ、最近は僕よりも飽きやすい人いっぱいいますよね。だから、もう一回来ないのかなと思ったら、サンプルのユーザーの人が飽きちゃったっていうことが最近多いですね。そうですか。僕より飽きやすい人いるんだ、みたいな。でも、まあ、いろんなサンプルが、面白いサンプルがいっぱいあると思いますんで、特に無機材料はやっぱり結晶性のものが多いですから、ぜひそれで、例えば耐久性が興味あるとか、そういうことがありましたら、もちろん持ってきてすぐ測れるっていうじゃない場合もありますけども、それはぜひ問い合わせをしていただければ。質問大丈夫ですか？特にないでしょうか。はい、それではありがとうございました。辻元さんいいですか？はい、ありがとうございました、佐々木先生。はい。